スシロー来ました。はい、スシローです。こんばんは。今期間限定何？北海道のホタテ。北海道のホタテ。北海道のイカ。うん、ここらしい。北海道。粒貝。それが。うん。お、粒あった？嘘。本当。あ、本当だ。これ2つ食べたい。サメダレの縁側だって食べてみようよ、それ、ね、食べます、食べます。あ、これさっき頼んだ。ザンギ頼む。いらない。これフグだと思うよ。北海道フェア。ブーフー、ブーフー、ブーフー。フグに粒貝。あー、危ねえな、これ気をつけて。危ねえな。せーの、いきます。カーニバル。味噌ラーメンだって。いただきます。いただきます。何食べてみる、これ。フグ。フグ。ポン酢ジュレがかかってんじゃん。ポン酢ジュレが起こっちゃった。あ、いけんのか。いただきます。歯応えあって、うまい。うまい。これ北海道フェアの縁側だって。縁側、いいね。いろいろ来ましたよ、うん、フェアのものここら辺全部頼んでみました。朝もは違うね。それではいただきま す, ます。じゃあゆいちゃんと一緒にフグ食べようかな、うん、はい、いただきます。あ、大事なこと全部落っこちなかったか今。ラーメン食え言うた。どう？美味しい？美味しい？ラーメン。うん。味噌ラーメンなんだって。あっさりだね。味噌？うん、すごいあっさり、はい、うん。あ、エビ来た。本当だ。エビ来たやる。次に2つ。うん。次だから2つ頼みました。うん。エビ来た。エビ美味しいよね。うまっ。大事。エビ最高。うまいな、スシロー、やっぱり。美味しいね。ありがとう。フグ美味しい。うん。頼むよ。何食べる、ユーチューブ。頼め。ねえ、ママ全く不快。美味しかった。頑張ってね。だってユーユーから頼むよ。いいよ、いいよ。うん、結構うまい。吸盤が口の中で弾けるよ。かうん、嘘。あ、なに、またマグロがなくなってるよ。注文したマグロが自動的に消えるという。なんで自動的に消えちゃうの。こんなこと初めてだよ。ねえ、それもマグロだけ。ねえ、マグロだけ消えるんだよ。マグロバケット。なんなんだ。何食べる？軍艦？うん。うん。甘だれ。甘だれ。甘だれ。え、食べないもん。うん。粒貝。粒貝どう？美味しい。あ、ほんと粒貝うまい。ね、美味しい、ね、美味しかった、粒貝、うん、マグロ来ました、マグロ。この辺マグロ、マグロ。うん、パパ、マグロとエビが食いたくて来てる。うまい。だよね。
トロも来ました。この辺に中トロがあります。え？なんか急にこんな画面に変わっちゃいました。なんで？え、何これ？え、何も食べられないの？え、これだけ？謎の塩、今日は謎の塩ですね。終わっちゃいました。ちゃんちゃん。だけどまだあるからまだよかった。よかったね。これずっと取りっぱなしで。待って。あれ何？戻ったよ。復活しました。ああびっくりした。もうお寿司食べれないかと思った。本当だよね。まだお腹いっぱいになってないと思って帰りもお見に寄らなきゃと思った。本当だよな。普通のさ、あ、それね、北海道一のタコ。マグロも食べる。うん、うまっ。あー、うめえ。中トロうめえ。うん、中トロ食べます。あとつぶ貝も。はい、あ、あれがあるじゃん、フグ。フグがある。あ、何？つまぎどんな。あ、本当だ。あ、そっか。どう？どう？美味しい。北海道マイカ。いただきます。あ、了解。美味しい。はい、つぶ貝。つぶ貝来ました。つぶ貝です。なんかわさび風味。うん、わさび風味。いただきます。うまいね。うん、コリコリ。あ、本当。うまい。いいね。うん、7月21日から大トロ100円またやるって。来なければ。なんかこのつぶ貝と、あとこれタメガレイのイカは、なんかこれが気に入ったみたいで、よく食べてる。うん、美味しい。いや、落とさないでよ。もうさっき常習犯したからね。これ先に食っちゃえ。うまい。これこれだね。うん、めっちゃうまいだよ。これこれこれなんだよ。おいしい。これマグロだ。おいしい。うまい。とっかっこいいな。うん、それだ。ごちそうさまでした。ごちそうでした。シシローのとことん北海道一めちゃうまでございました。